続いてご紹介するのは、自動車文化コミュニケーションによる匠の技によるトヨタ 2000GT の製造技術と補修技術についてです。お話をお伺いするのは、御子自身自動車文化コミュニケーションプランナーの道本さんです。道本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですが、はい、視聴者の皆様にこの自動車文化コミュニケーションの活動についてご紹介をお願いします。はい、私ですね、1964年の東京オリンピックの年に生まれまして、まあ、57歳なんですけれども、はい、今から45年ぐらい前、小学校の時にですね、スーパーカーブームというのが流行りまして、はい、でその時に出会ったのがこの車なんですね。うん、で、まあ、そのオーナーさんに憧れて、はい、まあ、ちょっと30年ほど前に手に入れて、まあ、乗ってるんですけれども、まあ、この時代の車いろいろ調べてみると、やっぱりかなり作り手がすごく情熱を持って作ってますので、まあ、そうすると見る方もすごいやっぱ感動して、で乗る方も、まあ、私みたいに、まあ、30年ぐらい乗ってますけど、末永く乗るような車ができるということで、まあ、そういった、まあ、あのことをですね、まあ、次の時代に、まあ、伝えていけたらなということで、まあ、あの日本の自動車技術っていうのが日本の、まあ、経済を今発展させたと思うので、うん、そのものをこう、はい、語り継げればなということでやってます。はい、なるほど。道本さんはその小学生の時にスポーツカーを知り、はい、そのこう魅力に取りつかれて今もずっとこのお仕事をされていると。はいはい、そうですね。はい、ことなんですね。もう30年このスポーツカーに乗ってるんですね。はい、そうです。この子自体は何年何歳？この子は51歳です。私が57歳です。はい、じゃあもう現役で今も走る？あの車検も取ってますし、はい、普通に乗れます。じゃあ道本さんがこの車を都内でこう走ったりもされてるんですか？はいはい、します。はい、かっこいいですね。はい、であの早速その匠の技技術について教えてください。はい、はい、ですね、この車は一応あのトヨタ自動車が今から50年前にあの世界に通用するスポーツカーを作るということであの開発されたものなんですけれども、でまあボディ見ていただけるようにすごいあの当時はですね四角い車しか日本で走ってなかったんですけれども、まあ流麗なデザインというんですがすごい流線形のこれをまあ実現するためにこういった形であのボディを一体構造にして、職人さんがですね板金の技術を使って、全部一体にしてですね、まず部品が一つ一つがこうバラバラだったものを、ハンダでつないで、はい、溶接でつないで、それでハンダで持ってボディを木槌で叩いてこういうラインを作っていくということなんで、こういったものがまあすごい匠の技で作られているというところですね。まあ、こういった溶接したりとかですね、まあ、細かいところに行くとキリがないんですけれども、で330台しか作られなかったんですね。はい、まあ、手作りだったんでやっぱりその分コストがすごくかかったというところがありますけれども、あの、まあ、こういったふうに作られた車っていうのは多分日本ではあのこの車しかないかもしれないですね。はい、このその職人たちが仕上げた流れるようなラインというのがこちらですよね。はい、本当に美しいですよね。そうですね。流れるようなこの車体に、そうですね、あのそうですね、当時本当に四角い車しか走ってなかったので、はい、でこれが走ってきて、まあ、ちょっとあの日本車って聞いてびっくりしたんですけれども、まあ、この車はともかくデザイン優先で、はい、あとは高性能ということで、まあ、そういう意味でデザインをあの優先形をいかに実現するかっていうところで、やっぱり職人さんがさっき言ったようにあの一つ一つこう、例えばこういうところのラインとかですね、こういう部分の、あの峰の部分とかも、なかなか職人さんじゃないと打ち出せないとか。で、まあ一台一台やっぱりハンドメイドなんで形が微妙に違うので、そういうところこういう部品をつけた時に、まあちょっと多少調整するとか、まあそういった技術ですね。そういった。ラインをこう職人さんの手仕事でこされているっていうのを。そうですね。木槌で叩いてやってたっていう話ですけれども。すごいですね。はい。そして中もいろいろこだわりが詰まっているということなので、そうですね、こちらあのトヨタ自動車さんが、まあ、ヤマハさんと一緒に共同開発してますので、はい、まあ、ヤマハさんのピアノの技術とかそういった楽器の、木の技術が結構内装に使われてますので、はい、これもちょっとご説明できればと思います。で今回なんと特別に
中に入っていいんですよね、はいはい、というわけなのですごく貴重な体験を失礼します。 ありがとうございます。お、あ、緊張する。よいしょ。結構こう天井はやっぱり低いですよね。そうですね、やっぱりこれは当時スピード世界記録を作ったりしたので、やっぱり風の抵抗を少しでも少なくするってことで、なるほど、かなり低く作られてます。いや、なので寝た感じになるっていうか、本当にこんな姿勢でね運転できないです。私は前が見えないと思うんですけど、はい、いやでもかっこいいですね。そうですね、まあ、この辺がさっき申し上げたようにヤマハで作られてますので、はい、まあ、ステアリングとこの、まあ、なんていうかインパネって言うんですけど、はい、あとはそのシフトノブ、これがまあ別々の木で作られてます。あ、同じ木じゃないんですね。そうですね、まあ、それぞれの場所の特性に合わせて作ったんだと思うんですけれども、うん、でこちらの方がですね、あのマホガニっていう木でできてます、はい、でこちらの方があの、ローズウッド、ローズ、まあ、多分これがピアノに近い、ピアノもこういったあの材質を使ってるんじゃないかと思います、はいはい、でこちらが欅で作られてるってことで、うん、これ一回も補修されてないんですよね。これはしてないですね、あの50年前と全く直してなくて、うん、あの綺麗だと思います、はい、本当にピカピカですよね。そうですね、でも、はい、気分はジェームスボンドです。あ、そうですね、ジェームスボンドの映画でも使われましたので、ね、007でも登場したというこのスーパースポーツカーなんですけども、はい、この、 あの、まあ、その伝統的な職人の技術もたくさん使われてますし、はい、最新の技術なんかもあるんですよね。そうですね、はい、それもちょっと、まあ、象徴的なものもちょっと、はい、もしよろしければ、はい、ちょっとご紹介したいと思います。こちらのライトに注目ですね、はい、お願いです。ああ、まあ、ここでさあ、おお、開きました。まあこんな感じで、はい、初めて見たんですけど、これはどういった技術なんですか。あ、そうですね、これはあのやっぱりその最初申し上げた流麗なデザインっていうのを少しでもキープするために、はい、あのヘッドライトが出てるとどうしてもあの車高が低くなりませんので、うん、そのためにわざとこう上げることによって、まあ、法律上、まあ、アメリカとかはあんまり低すぎると車のその法律上に沿わないということを聞いてますので、まあ、そういったもので、まあ、こういった技術を日本で初めて導入したということですね、うん、はい、そのデザイン性も損なわないというので、はい、本当にすごいですよね。そうですね、あとはまあこちらあの尻尾焼きのエンブレムもついてますので、まあ、尻尾焼きって意味ではまあ、匠の技も使われているのかなとは思いますけど、はい、本当いろんな部分にそういった匠の技がこう感じられる車なんですね、はいはい、そうですね、はい、本当にこうパッと見てかっこいいなっていう感想はあったんですけど、そうお話を聞くとそういう一つ一つにこだわりがあって、はいはい、そうですね、やっぱりかっこよく見えるというか感動するにはやっぱりそういう、まあ、匠の技を一生懸命当時あの作られた方のまあ熱意がこう伝わってくるというか、うん、そういうものがあるからまあかっこよく見えるのかなとは思いますけど、はい、あのさっき面白いお話があって、これ一つ一つあのシリアルナンバーというか、はい、作った、はい、あの時期というのが分かるので、はい、こう職人さんの腕もどんどん上がってて最後ら辺のはすごくそうですね、これは330何台作られたっていう話なんですけど、これは確実に最後から3番目に作られた車で、なのでさっきの あのウッドのはい、あのパネルも最初の頃の車は結構割れちゃうんですけれども、こちらはあの手前味噌ですけど綺麗なまま残って、だんだん職人さんの腕が上がってきてるとそういったところもこう機械じゃない人の手で作ったっていうところの味わいですよね。そうですね、はい、いや貴重なお話ありがとうございました、はい、ありがとうございました。以上、自動車文化コミュニケーションによる匠の技、トヨタ 2000GT の製造技術と補修技術をご紹介しました。